そう、あらゆる虫と虫の乾燥を愛してやまない。何、どうしたの？ちょっと待って、また後で。今から何して遊ぼうかなって考えただけなんだ。そんなくだらないことで。皆さん、おはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は2022年1月1日金曜日の午前11時40分です。そういえば今日はレックスさんがプライベートで島にお越しのようです。虫の持ち込みは大歓迎とのことですので、買い取りなどをご希望の方は声をかけてみてくださいね。え、これってさ、あのなんか条例で物価が高くなったりとかしたけど、こういう場合は変わっとんかな、買い取り価格みたいな。別に変わらんのかな。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、このかわいいかわいいかわいい髪型でスタート。てかあれよね、前までさ、誰が送った、言ったっけ言ったっけ、姿勢さんって誰々が今島に来ていますみたいな。あ、一人で運動中。あ、これか、全然違うな。あ、ねえ、レックスはどこねえ、レックスはどこ。別にそんなに大急ぎで売りたいものがあるわけじゃないけど、なんとなく久々に会いたい。あ、ちょうど壊れてしまった。ねえ、誰か今ピーンってならんかった。誰かと誰かが挨拶したんじゃないだろうかっていう感じの音が聞こえたんやけど。おらんやん。ねえ、レックスおらんけど。全然おらんけど。なんかこういうのね、びっくりした。木の枝か。マップとかに表示されてくれればいいのに。訪ねてきた人がさ、どこにおるみたいな。全く姿が。どうした、何の音かと思った。めちゃくちゃビビった。いないな。いないな。全く持っていないな。とりあえずあれよね、ハリーさんの島に行って、爪吉の次誰にしたいっけ。シャンクか。シャンクのお店を確か募金をしたはずなので、ちょっと出来上がっとるかどうか見に行こう。あとカトリーヌさんのやつはさ、何個ぐらい髪型あるのかな。なんか多分何の相談もなく勝手にシャキシャキ切られたけん、おそらく1日1個とかなんかな。これ一回教えられた髪型はもうそのまま多分姿見とかで変えれるよね、きっと。世界につながる空の玄関口、アイナ飛行場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか。お出かけしたい。ラジャーです。ではどちらに行かれますか。ファニーの島へ。ファニーの島ですね。ラジャーです。早速出発していただくことを思いますが、心の準備はよろしいでしょうか。出発。はい、受けたまわりました。あれよね、もう7月になったけん、ね、終わったわ。ウェディングのやつ、みんなちゃんと全部やったんかな。私結局1回しかできてないけど。オッケー、到着しました。私はここでスタンバイしてますから、お帰りの際声をかけてください。でも、熱盛のね、ウェディングフォトのイベント、あれは1回しかしてないんやけど、ポケモリの方はやりよったよ。おお、来た来た来た。いいね、おしゃれ。めっちゃリュックや、リュック。やあ、イカさん、靴やカバンの専門を取り扱ってるシャンクさんのお店がオープンしたよ。お、アイラ島の人だよな。あんたの島に行かない日はここで商売させてもらうからよろしくな。あ、一応ちゃんと島の方にも来てくれるんやね。え、じゃあここに出店する子たちは、島の方にも来るし、島の方に来とるときにはここにはおらんってことなんかな、ちゃんと。
いや、まあ、でもここに来たら常に会ってくれるんよね。めっちゃいいやん。いや、私もファッションにはこだわりがある方だけど、まあ独特な感じやけんこだわりはあるやろうね。ここにはおしゃれな商品がいっぱいで、ついつい見入っちゃうよね。てか、あれなのかな、営業曜日とかは普通ないんか。時間とかはさすがにあるかな。アイナさんもおしゃれに興味があるならシャンクさんのお店を覗いてみるといいよ。それじゃあ私はこの辺で失礼するけど、アイナさんはゆっくりしていってくれたまえ。何様え、これはさ、上に並べとるやつだけ商品、下の靴とかは違うんかな。いらっしゃい。改めて俺の名前はシャンクってんだ。見ての通り、靴やソックス、バッグなんかを売ってるぜ。これからよろしくな。よかったら今日の品見るだけでも見てってくれよ。あ、なるほど、ここに表示されるんか。え、じゃああれなんやね、そこに置かれとるものは全く関係ないね。え、びっくりするぐらい関係なかったんやけど。スクールリュック、え、このトートバッグかわいい、これにするぜ。これさ、持っとるんかどうかをさ、表示してくれんかな、1位とかさ。そのうち多分私普通に把握てか、今でもね、把握できてないんやけど、多分持ってないと思う、これ。よし、じゃあこれで、ありがとよ。さあ、カットビーヌさん。あら、アイナさん、いらっしゃい。ちょうど試してみたいヘアアレンジのアイデアがあるの、興味があったら試していかない？お願いします。この間はたまたま可愛かったけど、常に可愛いとは限らんよね。オッケー、じゃあここの椅子に座ってちょうだい。あ、頭にかぶってるものは外してからね。よし、いや、可愛い。それじゃあ始めるわね。あー、どうなるんやろ。ほっ、めちゃくちゃショートになったけど。はい、できたわよ。うんうん、とってもいい感じね。どう、このアレンジは気に入ってもらえたかしら。私的にはそうでもない。あらあら、好みと違った、ごめんなさいね。めっちゃ笑ってる。じゃあ元のスタイルに戻しましょうか。あ、お願いします。わかったわ、すぐ元のスタイルに戻すから、もう少しだけ待っててね。元に戻した場合はこれはこっち側には記憶されんのかな。はい、これで元通りよ。気に召さなかったかもしれないけど、一応覚えておいて、気が向いたらまた試してみてね。あ、じゃあ一応覚えとけはするんよね。あ、よかったよかった。あ、多分することないと思うけど。それじゃあお疲れ様でした。そして結局元通り。新しいヘアアレンジを教えてもらった。姿見やドレス上がれば好きな時にユンちゃんできる。今、つねきちなんか拍手してなかった。見んなよ。見んなよな、こっち。それじゃあ今回はどこに寄付しとこうかな。おはようございます。ただいまカラオケや不思議な壁紙を見る作品人をお招きするための募金をしております。あ、なるほどね。じゃあここでいいかな。まあ最終的には全部するけんね。目標の10万ベルに向けて現在0ベルの寄付が集まっております。目標まであと10万ベル、1ベルから受け付けておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。協力しましょう。どうぞ。10万ベル募金いただけますか。募金します。おかげさまで目標の10万ベル達成いたしました。オープンを楽しみにお待ちくださいまひ。イエーイ、やった、募金が目標の金額になった。ってことでこれでついてきたら出来上がってるわけですね。ちょっと常吉のところで、これってこんな顔やっけ。なんかめちゃくちゃ犬っぽい顔やけど、これってオオカミとかじゃなかった。分からん、気のせいかな。でもこれ前回もなかったっけ。変わんかったら永遠に残っていくわけじゃないよね。これ前回もあったよね。でなんか左目が白目になっとるっていうことを言ったような気がするんやけど、どうなんやろこれ。頭こんな感じ、書いて頭全然関係ないとかじゃないよね。いいや、とりあえずこれ買っとこ。やや、
お客さん、今日は美術品をお探しですか？その神秘的な彫刻、私の一押しなんですわ。なんといってもオーラが違いますからね。そんだけの名作がいくらやと思います？いやー、信じられへんやろな。ここだけの話、今ならたったの4980ベルなんですわ。どうですお客さん、買っちゃいましょう。毎度あり。ではお代金の方頂戴します。そこはなんて書いてあるのかな。わからん。はいはい、確かにこれでもう神秘的な彫刻は紛れもなくお客さんのもんですよ。いや、なんか扉のところがいらっしゃいますやけん、あの手帳の下もなんか読めそうな気がするんやけど読めない。作品は後ほどきっちり梱包してご自宅まで送らせてもらいますんで、楽しみに待っててくださいね。毎度おおきに。富士も一回引いとこうっと。素敵な景品が当たる稲荷くじ、空くじなしで1回買ったら500ベル。今日の運試しにやってみましょう。てか何個景品あるんやろう。一通り引いたらね、知らせていただきたいな。毎度ほな1枚引いてくださいね。はい、どれどれ。来ました、4番。景品は大大のセンス。センス、どんな感じ。この調子でもう一回いっちゃいましょう。500ベルですけど、どないです。いいです。ほな、また引きに来てくださいね。大大のセンス、どれ、あ、これか。こんな感じ。あ、めっちゃいいやん。あ、いいいいいい、季節的にもね。いい感じ。え、かわいい。ちっちゃい頃ね、よく扇子使いよった。あのお香の香り付きの扇子、おばあちゃんからもらったやつ。はい、帰ります。はい、どうされますか。帰りたい。アイラ島に帰るんですね。はい、お願いします。ガチャ、では参りましょう。到着ってことで、じゃあ私レックスに会いたいんだけど。食べ物いっぱい持ちよった。よし、レックスに会いたいので、ちょっととりあえずその辺で適当に虫を捕まえて、それ売りさばこう。てかこんな雨の中でもなのかい。え、でもあれよね、最初なんかセミとかとまとったよね。現実やとさ、雨降ったらあんまおらんくない。虫ん、今なんか気のせいか。あれ、気のせいか。今なんか地面を虫が歩き寄ってきてしまった。え、なんか最近さ、ポケモリばっかり見よるけんさ、なんかでかく感じるんやけど。やったね、取り逃がすかと思った。クマゼミを捕まえた。雨の日はおとなしいのね。あ、ちゃんと雨の日仕様のコメントになるの。え、今更ながら。これ違うね、何ゼミ。ミンミン、アブラゼミやった。アブラゼミを捕まえちゃった。お前たくさん言いすぎ。あとはいらっしゃらないかしら。雨の日やけんさ、アメンボとかもおりそうやん。あ、カタツムリか。カタツムリを捕まえた。でんでんむしむし。あ、壊れた。壊れた。ってことはちょっとこれで売ろう。ねえレックスや、レックスや、全然姿が見えないんですが、レックスや、全くいなくね。なんかあれやな、久しぶりにやったけど、まああのね、あのめちゃくちゃやり込んどる人たちに比べたら全くないんやけど、自分にしては結構整備してるのとちょっと島を回りながら思った。あくまで自分にしてはね、全くいないんですが。え、ちゃんと外歩きよるよね。室内とか別に入ってないよね。入れんよね。え、どこ？マジでおる。あ、しかし私は今パチンコを持っていない。あれやん、建物
に1回入ったらさ、なくなるやん。せっかくの、せっかくプレゼントが飛んでいるのに。お、いた久々。ん、君この島の住民だったよね。俺のことはもちろん覚えてるわ。覚えてますとか。そう、あらゆる虫と虫の観察を愛してやまない。何、どうしたの？え、何、なんか考え出したんですけど。こっちよりも今日も作品のモチーフにふさわしい運命の虫を探しに来たのさ。ってわけで君さ、もし虫を捕まえたら俺に言ってくれないか。自慢じゃないけど俺、室温の広さには自信があってね。どんな虫でも買い取り可能だから。あ、それと別件なんだけど、もし俺の作品に興味があるなら声をかけてくれ。ちょっと待って、また後で。自分から話しかけといてあれやけど、また後で。ちょ、すごい主張が激しい。はい、あれ、アイナくんだ。どうしたの？いや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 、さっきからさ、ね、人の周りをうろうろと。しかも吹き出しで割り込んでくるし。何か困ってるのかって？へへ、違うよ。今から何して遊ぼうかなって考えただけなんだ。そんなくだらないことで。そうだ、せっかくだし、君のお家でおしゃべりっていうのはどう？弟子。まあ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 、いいよ。よーし、それじゃあ早速、アイナくんのお家へ出発しよう。またゴキブリがいるんですけど、どんだけだよ。え、てか今までさ、こういうのって自動的に移動しよったっけ。家なんか一緒に連れて行きよらんかったわ。お邪魔しますって。ちょっとちょっと、ゴキブリがいるじゃないか。これじゃあ落ち着いておしぼりもできなさそうだし、今日は帰ることにするね、弟子。なんてこと。そんなことになってしまうの、もうやめてよ。やったー、ゴキブリみんないなくなってすっきり。いなくなってたはずなんだが、なぜそんなにいつもいつもいるのか。え、表だけにおるんじゃダメで、家の中にもずっと入ってなかったらおるとか、そんな感じ。わからんけど。そんなことないよね。なぜですか。あ、おったおった。あれ、アンチュリまた同じ場所に戻ってきてるし。ヤッホー、売らせて。卵、幼虫、成虫。はぁ、変態を重ねるごとにかっこよくなるなんてずるいよ。あ、すまない。どう？虫は見つかった？うん、売りたいです。本当に？やったぞ、どんな虫だろう。そういえばこいつってこんな感じの変なキャラやったよね。中二病こじらせたみたいな。あ、一匹じゃないんだね。くぐり。たとえこれが何かの罠だったとしても、決して後悔はしない。全部まとめて1500ベルで、ぜひこれに言ってくれ。あれ、たった3つで1500。はい、売ります。本当に？ありがとう。こちらこそありがとうだよ。またよろしく。ぜひともまたよろしくね。虫取り大会とかもまたそのうち参加できたらいいな。あの辺の景品とかまだ全然集まってないと思うよね。虫取り大会もそうやけど。違う。魚釣り大会。釣り大会もそうやけど。虫取り大会もそうやけどってそのまんまやったね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、集まり復帰してから初かな、島民以外が訪ねてきてるやつ。これからいろんな子が訪ねてくると思うけど、レイジ君に会いたい。かわいいけん。あ、レイジ君あったよね、あっちの常駐の方にも。そっちも早くね、早めに。